はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。チャーハンとピラフ、クッキーとビスケット、春雨とビーフン、おすぎとピーコ、似ていてうまく違いが説明できないものってありますよね。今日はそんな身近な似ているもの、バターとマーガリンの違いをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの3種類を用意しました。画面向かって左からファットスプレッド、バター、マーガリンです。皆さん、バターとマーガリンの違いを説明してくれって言われて説明できますか？違うことは分かっているけど、どんな違いがあるのか分からず使っている人もいますよね。自分も昔は同じくらいの感覚でした。見た目も用途もなんだか似ていますよね。一旦箱から出してみます。箱から出すとこんな感じです。バターを切っています。一番料理とかいろいろなことに使われる機会が多いのはこのバターですかね。知っている人も多いと思いますが、バターは牛乳からできています。牛乳から分離した脂肪分を練り固めたものがバターです。以前動画でもバターを作りましたが、完全に牛乳 100% です。商品によっては塩が使われたりもします。パンに塗ったり、料理のソースに使ったり、お菓子作りや焼く時の油としてなど幅広く使われています。今回用意したものは食塩不使用なので、塩は使われていません。塩が入っているものは有塩として売られています。次に馴染みがあるのはマーガリンですかね。バターのように単一の油ではなく、食用油脂等の原料を混ぜ合わせて作った加工食品です。もともとバターが高価であったため、バターの代替品として作られました。このマーガリンは1869年ナポレオン3世が軍用と民生用のためにバターの安価な代用品を募集して作られたそうです。ちなみにナポレオン1世は軍の食品の長期保存のために瓶詰めを作ったきっかけの人です。食べ物の進化と軍隊って関係が深いですよね。マーガリンは日本では昔はなんと腎臓バターと呼ばれていたそうです。腎臓バターはなんだか食欲が湧きませんね。植物油脂を原材料にいくつかの種類を混ぜ合わせて作られています。油脂含有率が 80% 以上のものをマーガリンと呼んでいます。その油脂含有率が 80% 未満のものをファットスプレッドと呼んでいます。分け方としては、マーガリン類の中の油脂含有率が 80% 以上はマーガリン、 80% 未満はファットスプレッドです。日本のマーガリンとして売っているものの多くはファットスプレッドのことが多いです。マーガリンはバターに比べて柔らかいので、パンに塗ったり、バターの代用品としてお菓子作りに使われたりします。ファットスプレッドは果実加工品やチョコレートなど風味原料を使用することが許可されています。ファットスプレッドはマーガリンに比べより水分が多く塗りやすいです。それではパンに塗って食べてみましょう。まずはバターです。牛乳の風味とコクをしっかりと感じます。次はマーガリンです。バターに比べて滑らかで、口に入れた瞬間に溶けます。すいません、選ぶマーガリンを間違えたかもしれません。このマーガリンがパンにつけるならバターに負けないくらい美味しいです。さすが帝国ホテルです。最後はファットスプレッドです。他の2つに比べると現段階でかなり溶けています。マーガリンとバターは溶けていないので、かなり溶けるのが早いですね。口に入れるとかなり甘さを感じます。個人的にはこの帝国ホテルのマーガリンが美味しいです。ということで、今日は自家製のマーガリンを作っています。氷水で冷やしたボウルにココナッツオイル、サラダ油を加えてよく混ぜ合わせます。そこに牛乳、卵黄を加えてさらによく全体を混ぜます。レモン果汁を加えて塩を少し加えてよく混ぜます。固まってきたら完成です。次にこのショートニングとバターを混ぜ合わせてマーガリンを作ります。ショートニングとは食用油を原料とした食用油脂です。このショートニングもパンの材料やケーキ、クッキーなどに使われたりします。マーガリンから余分な水分や添加物を取り除いたようなものです。ボウルでバターとショートニングを混ぜて、塩を入れてよく混ぜ合わせます。以上で完成です。共に冷蔵庫で冷やしておきました。それでは実際に食べてみましょう。いただきます。今日はフィーバーツリーのプレミアムジンジャービアを飲んでいます。ジンジャービアという名前ですが、ビールは入っていません。ノンアルコールです。2004年にロンドンで創業しました。フィーバーツリーといえばトニックウォーターが有名ですが、
今日はジンジャービアです。日本でモスコミュールといえばウォッカにジンジャーエールですが、オリジナルのレシピは煮出した生姜で作るジンジャービアが使用されています。すっきりとしていて生姜のピリッとした辛さを感じられます。ウィルキンソンの辛口のジンジャーエールが好きな人はこれも好きそうです。それでは自家製マーガリン食べてみます。うん、ココナッツオイルいいですね。パンに塗って食べるならココナッツの風味が効いていてよく合います。使う油次第でいろいろな味付けが作れそうです。自家製だと余分なものが少ないので食べていても安心です。次はショートニングバージョンです。マーガリンといえばマーガリンだけど、さっきのココナッツオイルのマーガリンの方が好みです。せっかく手作りするなら一手間加えた方が美味しく仕上がりますね。マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は体に悪影響だという話も聞きます。じゃあバターならいいのかといえば、ネットを調べればバターも体に悪いと出てきます。じゃあ油を食べなければいいのかといえば、今度は油を取らないのは体に悪いとも出てきます。結局何でも過剰に摂取すれば危険だし、取らなすぎるのもまた危険です。いろいろなものが簡単に手に入る時代だからこそ、自分自身で安全を見極める力が大事ですね。日頃から質の高い生活をしている方は本当に尊敬しちゃいます。自分はそこまで意識の高い生活は無理なので、美味しいものは食べてほどほどに健康は意識します。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。マーガリンいかがでしたか？皆さんマーガリンは普段使いますか？ぜひコメント待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。